令和元年台風第10号は2019年8月6日に発生した台風。マリアナ諸島で発生し北西に進み小笠原諸島近海でほとんど停滞しながら発達し一時は非常に強い勢力となったもののその後は勢力を弱めながら日本に接近広島県に上陸した8月4日頃に形成した熱帯上覧に 合同台風警報センターは5日22時30分に熱帯低気圧形成警報を発した。熱帯上乱は5日9時にマリアナ諸島で熱帯低気圧に発達し、JTWC は6日6時に熱帯低気圧番号 11W を付番した。11W は6日15時にマリアナ諸島の北緯18度30分、統計142度50分で台風となり、 アジア名黒さと命名された。発生時点で大型の台風であった。台風ははじめマリアナ諸島近海を北西に進んでいたが、8日頃から11日頃にかけて小笠原諸島近海でほとんど停滞し、8日15時には勢力のピークを迎えた。その後は徐々に勢力を落とし、11日の昼頃から台風は再び北西に進み始めたものの衰弱した。 暴風域が消滅した12日15時には平成29年台風第21号以来の超大型の台風となったが14日03時には強風域が縮小して大型の台風に戻りつつ再発達勢力は弱まったものの太平洋沿岸においては風が強まり高知県の室戸岬では8月15日8時に最大瞬間風速41.1メートルを 観測した中国地方を暴風域に巻き込みながら、文後水道を北上した10号は8月15日11時過ぎ、愛媛県定岬半島を通過した。その後も北上した10号は、同日15時頃、広島県呉市付近に上陸した。その後台風は、日本海に抜け、日本海を北上16日21時に、北海道の西の北緯43度、 東計138度で温帯低気圧に変わった。台風が広島県に上陸したのは1990年の台風14号以来29年ぶりであった。2019年8月20日17時30分、現在の総務省消防庁による集計。8月15日、山陽新幹線は新大阪駅国来機関で終日運休。 東海道新幹線は山陽新幹線との乗り入れを中止し上下55本を運休にした。九州新幹線は始発から運転本数を減らし山陽新幹線との直通運転を取りやめた。在来線では15日に京阪新地区を発着する特急列車約190本が運休となった。中国地方では岡山県、広島県、山口県で 終日運休、JR 四国管内では、瀬戸大橋線を含む全線で終日運休となった。他、北陸、京阪神を含む近畿、四国、九州の多くの路線で終日運休となった。翌16日は、JR 北海道管内の一部の線区で終日運休となった。ありがとうございます。